保山市は中華人民共和国雲南省に位置する地球市。蘭城とも呼ばれ、中国蘭の主産地である。保山市は雲南省西部に位置し、同省の土光立族自治州、大理白族自治州、林宗市、徳広大族沈邦族自治州、及びミャンマーと接する。省都の昆明市からは約 570km に位置する。年平均気温14、17度。 年間降雨量1700から2100ミ、mm、リメートルと温暖で降水量も多いため森林が多く市の面積の53%を占める。保山の故障は栄城であり戦国時代には愛老国の中心となっていた。中原支配を受けるようになったのは干暑であり、前1 0 9年の県の設置であり、69年には愛老大竜川は干庁へ帰属し、 英将軍が設置された。その後歴代王朝により支配を受けた。この地は、東大には南小国の半島に組み込まれ、西方への勢力拡大の拠点となった。秋代には再び中原王朝の直接支配を受けるようになり、当初は金馬軍民式し、英将軍民府が設置され、1524年には法山形に府が設置され、保山の名称が使用されるようになった。 中華人民共和国成立後、2000年12月に地球史に昇格し、現在に至っている。一市かつく、一研究、市、三県を管轄する。保産、千区保産、地区保産、サトウキビ、タバコ、アマ、クルミ、コーヒー、ワサビ、各種小薬、ランなど金属シリコン、電化インなど、ドア、家具など、ありがとうございます。